はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。先日非常に有名なエクステンド BCA の中から韓国でドーピング禁止物質の混入が発覚したというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、そちらかなり反響をいただいていてですね、今日のテーマとしてはそのトピックの続報としてエクステンドのメーカーから公式の声明がありましたというお話をしていきたいと思います。興味がある方はぜひお付き合いください。はい、ということでですね、今日は冒頭にもお伝えした通り、先日動画でもお話しした韓国で世界で一番有名だと言っても過言ではない BCA エクステンドの中からスタノゾロール、ドーピング禁止物質ですね、こちらが検出されたっていうニュースがあって、それについての続報というかメーカー側から公式な声明がありましたよという話をしていきたいと思うんですけれども、もう結論何かっていうと、一言徹底抗戦の構えだというようなニュアンスなのかなというふうに思っております。これからその内容についても言及していきたいんですけれども、ここまでの経緯ご存知ないよという方ももしかしたらいらっしゃるのかと思います。詳しいところは前回の動画見ていただきたいんですけれども、ざっくりとね、そんな方でも流れがわかるようにご説明ができればと思います。韓国の MFDS ミニストリーオブドラッグ&セーフティ、日本語にすると食品医薬品安全局みたいなニュアンスだと思うんですけれども、こちらの発表でエクステンドの90サービングパイナップル味旧パッケージのものですね、こちらからドーピング禁止物質であるスタノゾロールが検出されたよというアナウンスがありました。 MFDS 内のホームページに掲載されたということです。このスタノゾロールって一体どんな物質なのかっていうと、本当にざっくり言うとアナボリックステロイドです。過去バリーボンズとかベン・ジョンソン、こういった人たちが使用を疑われた薬物ですね。詳しい解説っていうのは前回しているので、ここでは省略させていただきます。ここに対して今回エクステンド側が公式な声明を発表してきたと。中身一体じゃあどういうことが書いてあるのっていうとですね、最近韓国の食品医薬品安全局でエクステンドのことが記されたということを認識しましたと。ここで伝えられていることによると、 BCA からスタノゾロールの陽性反応が出たということです。明確にしておきたいのが、これまでエクステンドのどの製品からもスタノゾロール、もしくはそれ以外の禁止物質、ドーピング禁止物質、違法薬物というのが検出されたことはありません。これは全てのエクステンド製品に言えます。そして明確にしておきたいと思いますという趣旨です。エクステンドブランドの製品というのは製造に反映できる最も厳格な基準によって作られていて、その厳格な基準の一つが NSF ですと。 NSF というのは栄養補助食品に対して何かドーピング禁止物質が含まれていないかっていうのを徹底的にテストする第三者機関ですね。もちろんこの NSF が認定する施設でエクステンドも作られていますと。さらに加えてインフォームドチョイス、イギリスの第三者機関ですけれども、こちらもアンチドーピング認証ですね。ウェーダー国際アンチドーピング機構が発表しているドーピング禁止薬物リストに含まれているものがサプリメントに入っていないかというのをジャッジする第三者機関になります。こちらの認証も受けている製品ですと。これらの認証っていうのは製造工程と、それから内容コンテンツの中身に対して複数回テストがされて、その中にスタノゾロールであったりとか他のドーピング禁止物質が入っていないということを証明しておりますと。製品の安全性、それからコンプライアンス、品質およびプレミアム栄養補助食品の製品に対する私たちの評判には誇りを感じておりますと。もう一度我々の大切なお客様に明確にしておきたいことが、エクステンドの BCA は任意の禁止または違法な物質は完全に入っておらず、フリー、要は無実だということなんです。そしてその下にはですね、本物のエクステンドの BCA を購入したい場合は下記の4つの EC サイトで購入してくれれば安全なものが手に入りますっていうことで、おそらくこれは韓国の EC サイトなんですけれども、モンスターマートであったりとかスピード NS.net っていうようなお店が4店舗のね URL が記載しております。以上が韓国で起きたことにおける品質とコンプライアンスによるエクステンドの正式な声明ということなんですね。この URL 気になる方は動画概要欄に記載をしておきますので、興味がある方は直接ねそちらから見ていただけたらと思います。ここの下の方には親会社であるニュートラボルト社からの公式の声明っていうのも発表されています。ニュートラボルトっていうのはね C4 とかで非常に有名な会社ですよね。でここの内容っていうのは前回僕が動画でお伝えした後半の内容とほとんど一緒なので、今回は割愛させていただくので、そちらもね重ねて動画の概要欄に記載をしておこうと思います。でここまでの流れっていうのをまとめると、一通り見る限り本当にスタノゾロールが混入されたのかどうかっていうのはかなり懐疑的、徹底抗戦の構えを見せてるんじゃないかなというふうに思っていて、前回もお話ししたんですけれども、もし個人ないしはある組織がそれを企てたのであれば、基礎も考えているっていうことなんですね。やはりアンチドーピング関連の第三者機関 NS
ISF、これアメリカの団体ですね。あとインフォームドチョイス、イギリスの団体の認証を受けているということはもう明確なので、このような認証製品からコンタミネーションが出てしまうっていうことはね、なかなか考えにくい。僕からしても本当に考えにくいんですよね。ほぼほぼ可能性はゼロに近いんじゃないかなっていうふうに思っております。とはいえ、ただこれに関してはまだ結論が出ていない以上、絶対に大丈夫ですよということは言い切れないので、もしどうしても気になる方で、アスリート大会に出るようなことをされているという方はですね、使用を一時的に中断をするという選択肢もありなのかなというふうには考えております。はい、ということでね、最初にこれが発表されたのが2月ですから、そこから2、3、4、5と、約4ヶ月経っても詳細な検査結果っていうのが、まだ表には出ていなくて、進捗がどうなってるのかというのは正直わからないところ、まだ両者の意見がこうぶつかり合ってる状況なのかなというふうにも思いますけれども、今後もここに関しては非常に身近なね、サプリメント BCA でありますので、注視していきたいなというところで、今日は公式の声明アナウンスがされましたよというのをサクッとお届けさせていただきました。この動画参考になったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Instagram、 ノート、サブチャンネル、 Twitter なんかのソーシャルメディアもやっております。センドログ概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。